ソーシャルソーシャルっていうのを僕どう読むかなってちょっと思いつつあって、いや僕もね、Facebook もやってるし、Twitter も、はい、うん、まあそれなりにフォロワーもいますけども、でもどうなんだろうってちょっと最近。やっぱりこういうコロナの時期、それが残っててくれればなと。そうね、そうなんですけど、ただね、YouTube も悪くないんですけど、僕昔から言ってるように検索かけた時に YouTube だけ出てくるのがもう嫌で、うん、もう普通に検索かけたらまともな記事が出てこなくなったのが、はい、SNS とかネット関係って本当につまんなくなったな。真っ先に引っかかるのが全部 YouTube の動画でしょ、はい、しかもね、ちょっと本当にまともな動画ないんだけど、ね、全然違うのもね、出てきた。ちょっと素人がね、踊ってみましたみたいなのがどんどん出てくるので、あと同じのがいくつも出てくる。あ、そうそうそう、あのまとめ系みたいになってて、人のパクってあげてる人もいるし、あの自分がパクって、内容だけパクって自分が喋ってるとはまだよくて、ね、動画自体全部パクってる人もいるんですか。でしょ、それがあの検索結果の上に出てくるっていうのはね、うん、なんとかしてくれ、なんとかしてくれって、やっぱり、結局僕も探したときにそれが出てきたら、はい、オリジナルどこだって探してしまいますからね。ああ、確かに。だってちょっとね、変わってる部分があったりするんですよ、オリジナルと、だから完璧なコピーじゃない場合があるので、これちょっとまずいかなと思って。その他にもですね、メーカーさんがあっちこっちに上げてるっていうのもあるんですよ。おお、宣伝用の動画を YouTube だけでなくてあっちこっちに、はいはい、でそれが全てあのトップのザーッと並んで、あらあら、どの動画も全部同じじゃないかっていう。これちょっと僕も言っておきたいことがあるんですけども、例えばね、自分の見てる何写真ですか、はい、でも自分のブログだとかホームページだとか、うん、まあ、Facebook のページを立ち上げたけど、はい、ほとんどアクセスがない、はい、なので誰も見ないから、あ、じゃあアクセスを見とるところに記事書いたらいいと言って、あっちこっちに長ツイート出るんですよ。いますね。で、これがね、コピペなんですよ。はい、コピペって言ったらおかしいんですけど、本人が書いた記事をそのままあっちこっち載せるんですよ。はい、で、これ僕はあんまり大きい声で言えないのが、うちのブログも、実は FM ウルマのこの番組も、はい、終わるじゃないですか、はい、で YouTube 作った時にいついつの放送分ですよってあげるんですよ、はい、ブログに、うん、そのブログを Facebook と Facebook ページと Twitter にあげてるんですよ、はい、3つ、うん、ほぼ同じ文章を、ただあの Twitter は文字制限されて細かくなりますけど、でもそこまでで全部僕の管理下に置いてやってるんですね、はい、うん、だから向こうも多分店長とか従業員とかが管理下に置いてやってるんですけども、その自分の管理下のところではなく、はい、よそのブログだったり、はい、よその、まあ、あのフェイスブックページだったり、はい、グループだったり、はい、に変えていくわけですよ、うん、どんだけ失礼か分かってないんですよ、はい、そう、でもうこの辺りにね、もうその人の顔が浮かんでますよ、あそうなので、これをね、例えば沖縄フェイスブックファンクラブとか、はい、そういうとこ行って見るわけですよ、はい、で自分のうるま市ファンクラブとかいいねうるまとか見てると出てくるわけですよ、はい、なんか思い浮かべてる人きっと同じ人だろうなと思って。ああ、そうなんだ。そうそうそう、いやもう先週末ぐらいからね、うん、1日数件ずつぐらい乗っけてますね。とある人が、ね、実はあの見ててこの記事見てそのお店利用しようと思う人の方が少ないと思う、はい、その場所まで行くんだけどここだけは避けようって、うん、思いますよね。思いますよ、はい、なのでコメントできないよね、うん、で例えば、ただいつも見てるだけ、はい、まあ、リスナーみたいな感じの人がいるじゃないですか、そういう人たちも結構そうだよね。だからたくさん書いてるとか繁盛してるかって言ったら、うん、そうでもないよね。かえって行った人が、はい、突然あそこにあったこのたこ焼き美味しかったよとかあげる方が行くよね、うん、はい、あれあそこにこんなのあったのみたいな。だから多分なんて返球、うん、分かってないなっていう、うん、うん、もうあのお店だけは絶対行かないっていうふうに考えちゃいますけどね。だから普通だったら、うん、あ、じゃあちょっと食べに行ってアップしてみようかなとか記事あげようかなとか思うところもあるんだけど、はい、あまり失礼だなと思ったらね、うん、はい、
うん、どうしようかなとも思わないな。相手しなくなるよね。そう。だから僕はもう、ほぼ自動的に、その人の特効は消えるように。まあ、やっぱりする。うん。うん。困ったなぁ。そうか。はぁね、本当に。ちょっとこの週末、あのコロナのことがあったんで、うんうん、その人も一生懸命乗せてるんですよね。そうなんだよ。わかるんだけどね。でこういう時期だからみんなで助け合っていきましょうっていうのも分かるんですよ、はい、みんな苦しいんだよっていうのも分かるんですよ。だからみんな苦しいんだからねって本人も分かって、自分だけあげることはやめようよって。で他の自分のところにあげてる分には全然いい、うん、全然いい。他の人のところにも同じものを乗っけていくんで、うん、であれこれさっきもこれはね、僕が見つけてフォローしてうちが乗っけるんですよ、はい、っていうのが本筋だよね。うん、なんだけどね、というわけで、あの商売一生懸命なのもよくわかりますが、自分のところを充実させていくのが一番です、はい、でいかにいいねとかフォロワーを増やすのが大変だって分かれば、よそに記事書くときに、あ、こんだけフォローついてるところに書くときには気をつけないとっていうのをきちんと考えてもらわないと、あの敵たくさん作りますよ、はい、だって自分のところも載せたいけど遠慮してる人いっぱいいるんですよ、いやもう99% が遠慮してると思うんですけど。そうそうそう。だって僕、うん、鈴木さんのとこ書かないですもん。いや、書いてもいいんですけどね。あ、ありがとうございます。うん、でも、まあ、この番組のこと書いてもらったりするんで、もうそれで十分だと思ってるから、うちがイベントやるときでも、いやいや、違うよねって思ってるんで、うん、うちのイベントはうちに見に来るだろうとか思ってる部分で、そうそうそう。やっていかないと、うん。だけどね、本当に、うん、まあ、ちょっと、このコロナの話が来てからみんな宣伝書き始めて大変だなちょっと、ね、と増えたんですけど、あの告知が、はい、でうまい告知やってるとこあるんですよ。そうそうそう、あここうまい、うん、それはそのまま残してるんですよ、ね、うん、ただこのうまいっていうところは本当に常識的とかおかしいんですけど、うん、人気があるっていうか、はい、義理があるっていうかあるよね。あります。例えば他の人のところにもちゃんとコメントしたりとかね、そう、うん、管理人が書いてる記事にもコメントしたりとか、あのブログ行ったら100ぐらい記事が上がってるのに、はい、その中の一番いいやつだけポンと持ってきたとかね。そうそうそう。でちゃんともういつもね、鈴木さんお世話になってますみたいな文章で始まったりして、なんかこっ